スポナビゴルフ2023年パターアンケート結果発表よろしくお願いします。ライターの鶴原です。お願いします。これシリーズになっているんですけれど、今回は視聴者の皆さんに、取ったアンケートの中でパターアンケート2023年のナンバーワンパターはどれですかというのを皆さんにお聞きしまして、そのアンケート結果を発表していきます。でアンケートの投票数が、約3000、ありがとうございます、はい、で例によってですね、これ5択の中から皆さんに選んでもらいました、はい、これ売上とか全然関係ないです。ただただ皆さんがナンバーワンと思ったものを選んでくださいっていう5択なんですけれど、その5択でですね、今回はちょっと出走馬をまず紹介しましょうかね、はい、まず、オデッセイのトライビームパター、はい、まあまあ人気ありそうですね、はい、でタイトリストのスコッティ・キャメロンスーパーセレクト、はい、まあこれも人気ありそう、はい、テーラーメイドの TP トラスパター、はい、まあトラスだからね人気あるね。そしてもう一つテーラーメイドのスパイダー GTX パター、はい、これはまあネック違いでヘッド形状、まあ同じ感じの単品みたいな感じなんですけれど、これも入っていて、あともう一つがピンの2023パターです、はい、さあこの中で皆さんが選んだのはどれでしょうか。早速発表します。第1位はテーラーメイドの TP トラスパターです、はい、これが 27% です。おめでとうございます。テーラーメイドさん、もう分かってたよねいやーそうなんですよね、もうトラスしか売れないんじゃないかぐらいみんなトラス買ってたし、で買ってない人もナンバーワンどれって聞かれたら、まあトラスなんじゃないみたいな感じに思ってたと思います、はい。でトラスもどんどん進化して、トラス構造のあの中がカーボンになっているモデルが出てきたりだとか、もう多種多様になってきています。で継続して人気です。新モデルも、出せば売れるというような状態になっております、はい、これ本当不思議なもので、日本だけ、本当に日本だけなんですよね。海外ツアーの選手の中で使ってる人一人も見たことないんじゃないかな、どれかいんのかな。でも日本では大人気で、ナンバーワンパターに選ばれました、はい、続きまして、実は次2位がタイになりました。一つはまた三角です、オデッセイのトライビームパター、はい、おめでとうございます。そしてもう一つがタイトリストのスコッティ・キャメロンスーパーセレクトパター、この2つ 24%、はい、同率でした。これまあそうですよね、トライビームはもう同じ三角でトラスと同じ感じで売れてるんだと思うんです。でまあ、女子プロ、まあ、上田桃子プロとかもういっち早く、トライビーム使って活躍もしましたし、なんで、まあ、まあ当然でしょうねここはね、はい、でタイトリストスコッティ・キャメロン、もうキャメロンは何出しても評価もうだってね、綺麗だし、で今パターの値段って昔と比べてすごい高くなったんで、逆にキャメロンがそんなに高く感じなくなってきたっていうのもあって、なんかこう値段高いけどなんとなくこう周り見てると買いやすくなってるような勘違いをしてしまうという。でスーパーセレクト、まあ、最新モデルなんですけれど、スーパーセレクトですかみたいな、こんなこの名前でいいのみたいな、僕なんか思っちゃうんですけど次どうすんでしょうね、次ウルトラセレクトとか、
まあ、ドライバーみたいにマックスセレクトとかマックスはない、はい、エクセレントセレクト、まあ、とにかく、まあ、かっこいいわけですよタイトリストって。で当然ながら打感もいいし、で、まあ、性能悪かったらそもそも誰も使わないんで、まあ、性能もそりゃもういいんで、なのでこの辺はもうね、キャメロンに関して言うとはっきり言ってもう好きな人が買うモデルです。はい、性能はもちろんいいけど好きな人が買うモデルです。はい、キャメロン買う人は多分トライビームとかあんまり興味ないんじゃないかなって思いますね。やっぱ強い、この辺は強いですね。なので、まあ、TP トラスとかトライビームはどちらかというともうテクノロジー推しではあるんですけれど、まあ、キャメロンすごいなんかじゃあ新しいテクノロジー入れてるかというと、まあ、当然、まあ、ブラッシュアップはしてるけれど、まあ、劇的になんか変えたりとかはないので、なんでその辺の違いはあるかなと思いますね。とてもそのオーセンティックなやっぱりスコッティキャメロンと、やっぱもう最新のテクノロジー生かしたオデッセイテーラーメイドみたいな感じになってるのかなというふうには思います。はい、で同じくテーラーメイドのスパイダー GTX パター、これ 16% で、時点に入っています。 GTX、まあ、僕も買いましたし、なので、ネックの形状もいろいろあるし、でまあこのシリーズというか同じヘッド形状だけで 16% 入ってるのは多い方なんじゃないかなと思いますね。はい、スパイダーというのはですね、まあもともとはすごい大きい交換性モーメントのモデルが特徴でした。ロッサモンザスパイダーですね。はい、でそこからいろいろ形状変わってきて、一番人気になったのがスパイダーツアーレッドとか、スパイダーツアーブラックだったんですけれど、まあ、そこからまたこう代々いろ、んなアレンジが加えられていろんなモデルも出た中で、スパイダー GTX というのは割とスパイダーツアーの良さを引き継ぎながらちょっと進化させたモデルというふうになっています。でこの前のモデルがスパイダー GT というモデルだったんですけれど、ちょっとこう角型っぽい形状で出てたんですが、やっぱり角型よりも元祖スパイダーっぽいのはもうちょっとこう後ろ丸、こういうちょっと四角っぽい方なんじゃないのみたいなので出てきたのがスパイダー X というモデルでした。でスパイダーに関して言うとスパイダーツアーシリーズというのが、登場していて、これ日本だ と、テーラーメイドのオンラインストアと直営店のみの展開にはなっているんですけれど、それも入ってたらまたちょっと数字変わってたのかもしれないですし、僕はあのスパイダーツアー大好きなのでもうすでに2本持ってるんですけど、あの多分この先そのパターンを5年7年とか使い続けるんじゃないかなというぐらい気に入ってるんですけど、それも入ってきてたら本当にちょっともうちょっと数字上がってたかもしれないです。そして最後、ピンの2023パター 9%、 悪くないと思うんですけど、例えば、渋野日向子プロが使って活躍してニュースになったらバンって売れるし、この数字もバンって上がるんですけれど、なかなかそういう情報もないですし、今のところは悪くないんだけれども、やっぱり注目を集められないっていう部分が悲しいかなっていうとこですよね。パターといえばでもピンなわけですよ。はい、なので本当にゴルフファン、一ゴルフファンとしてピンのパターにはもっと頑張ってほしいし、
そもそも2023パターって名前つけちゃったら、ね、2024年になって売りづらいし、なんでこんな名前にしちゃったんだろうって僕思うんですけど。だったらな、もう100年先ぐらい2123パターぐらいにしときゃもうよかったんじゃないかって思うんですよね、はい、という感じです。で今回ですね、 AI1 パターが入ってないんですよ。なので例えばこのピンの代わりにオデッセイ AI1 とかが入ってきてたら結構なパーセンテージ取ってたんじゃないかなって思います。あの発表されたばっかりなんですけどめっちゃ売れてます、はい、でモデル、まあ、シリーズなんでモデルいくつかあるんですけれど僕も一つ買いましたし、かなり画期的なモデルではあります、はい、まあ、詳しく言うと、まあ、ピンが昔採用されていた、まあ、TR 溝とかっていう発想にかなり近いものではあります。で、TR 溝って溝の深さを変えることで、まあ、要は真ん中をちょっと飛ばなくして両端を飛ばすようにすることでフェース前面で同じようなボール初速が出るというモデルでした。まあ、どうしても普通に使うと両サイドの初速落ちちゃうんで、この両サイドに合わせて真ん中を落とすみたいな感じのテクノロジーだったんですけれど、それを見えるフェース面の側じゃなくて裏側でヘンリック設計にしてっていうのが AI1 のパターンなんで、これ何がいいかというとパッと見た時に何も違いをこれまでと感じないんだけれども裏側でちゃんとそれが効いてくれてるよっていうのが特徴で、どうしてもピンの TR 溝って見るとやっぱり溝の深さ違うの見えちゃうし、構えた時にもそれ見えちゃうんで結構それ嫌がるゴルファーっていたんですよ。でそれもあってもうピン採用はもうしなくなっちゃったのかもしれないんですけれど、それを裏側で見えないところで構えた時に見えないところでやっていて、でもそれだと全然わかんないからテクノロジー感がないからちゃんと裏窓をつけて見えるようにしてるっていうのが今回のやっぱりオデッセイのうまさ、まあ、技術的なところもあるしそういう見せ方のうまさっていう部分もオデッセイは上手だなっていうふうに思うので、そういうの考えると余計に2023パターンとかはなんでって思っちゃうんですよね。なんで 9% っていうのはもうしょうがないかな。好きな人は好きなんで絶対こういうふうにパーセンテージ入るんですけれど、ちょっと押しが弱かったんじゃないかなっていうのがこの結果になってるというふうに僕は思います。はい、怒らないでください。という感じで今回はパターのアンケート結果見てきました。でこうやって見ると三角ネックを採用しているパターがですね 24% と 27% でもう足すと半数超えると、すごいですね。もう三角ブームです。はい、何でも三角にしたら売れるんじゃないかってことはないと思うんですけど、これやることによってですね何がいいかというとやっぱりオフセンターヒットに強くなりますよ、初速の落ち込み抑えますよっていうようなテクノロジーだったりするんですが、そうだな、いつまで続くかですよね。これ2024年以降もこのブーム続くのかどうかで、日本だけのブームなので日本だけこのブームが続いていくのか、まあ、ひょっとしたらですよ、ひょっとしたらこのブームがワールドワイドになるっていう可能性は、まあ、ないことはないので、なのでその辺ちょっと2024年以降を注目したいところだなというふうには思っています。あと AI のフェイステクノロジーがパターンにも登場してそれが今後どうなっていくかっていうのも注目です。なんでこれからもまあパター飛ばすものじゃないんだけれども皆さん注目して見ていってもらえればと思います。はい、アンケートに協力いただいた皆さんどうもありがとうございました。